はい、どうも、チュータです。本日はこちら、SH フィギュアーツパックマンを開封したいと思います。まず、箱がこんな感じで、おしゃれな感じですね。そして、この辺の字体なんかも当時のアーケードゲームのドットで打ったアルファベットを使用して、すごい雰囲気が出てますね。そして、背面。背面もシンプルな感じで、いろいろ説明が書いてます。日本語と、ローマ字で英語。そしてこんな感じのオプションでは開けていきましょう。近年ではパックマン、大乱闘、スマッシュブラザーズとかにも参戦してるみたいなんで、アーツのマリオなんかと並べてあげるのもこのフィギュアいいんじゃないですかね。よいしょ。はい、取り出すとこんな感じで入ってます。本体とオプションが2つ。そして交換手首が、これが右手が、いいね。サムズアップが右手分1つと、平手が左右1つずつ。こんな感じですね。そして本体。本体も。なかなかいい出来じゃないでしょうか。再現度は高いかと。そして替えの顔面、こちらが左目がウインクしている状態の交換パーツで、その他は一緒かな。おそらく眉毛とかも一緒っぽいですね。じゃあまずはオプションから見ていきましょうか。まず赤べ、当時のようなドットのような雰囲気で再現されてますね。そしてフルーツのチェリー、こちら両方後ろに魂ステージ用の穴が開いております。はい、本体はこんな感じで、意外と言っちゃ失礼なんですが、可動が結構優秀で、肩も360度回転、上下、そして二の腕でロール、そして肘が90度。曲げれない。こっちでやろう。肘が90度。そして手首も回転。ちょっと左手が、緩いかな、右に比べると左手がちょっと緩い、個体差かもしれないです。そして脚部が、ここはスライドするようになってて、これを使うと上を見上げるような感じにできますね。そしてここに、台座用の穴が。そして足も付け根でロール、見えるかな、ここに、このように前方に上がるんですが、干渉してちょっとやばそうなんで、あまり上げない方が良さそうですね。ここがかなり当たっちゃってバキバキ言うてますね。あんまり足上げない方が良さそう。角度を変えたらいけるかな。あ、怖いな。ちょっと足上げない方がいいかも。これ回転だけで、なんか今めっちゃメキメキと嫌な音したんで、足を前後に上げない方がいいかもしれないです。ちょっとやってみようか。あ、ちょっとぐらいなら開いてた。あー怖い、ピキって言うたな。そして次行こうか。膝が90度。この足首もなんか意外と凝った設計になってますね。前後にこれぐらい。そしてつま先に向かってボールジョイントがあるので、わかるかな、こんな感じで
スイングします。可動はこんな感じかな。そしてこの顔面の交換がこれを、あ、こんな感じで3箇所で止まってるのかな。したらこちらに交換。これはあんまり変化ないんで、お好みで好きな方選べばいいかと思います。ハンドパーツも変えてみようか。あ、やっぱり緩い。パーツにしてはすごい手首交換が楽で、これはこれでありかな。よいしょ。この手は何だろうね。握っても、よいしょ、怖いな。腕回しも細めなんでね、あんまり力をかけるのが怖い、うん、ちょっと使い方がよくわからないけど、こんな感じで、もう一つあったな。こちらに変えてやると、よいしょ。動かすのは怖い。ああ、足も若干緩いかな。左手のポージングが難しい。こんな感じで、もう孫うことなきパックマン。この足のこのレールの可動が面白いですね。これを使ってやればなんかこういう風に飛んでる風な感じにしてやることもできます。これ触ってて思ったんですけど、同じファミコン世代ということで、パチオくんとかこの素体使ったら作れそうですよね。 100% 出ないと思いますけど。はい、以上 SH フィギュアーツパックマンの開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。